来ましたね、会長。入ってこれるのかな。あれからなんかやったんすか、カスタム。カスタムなんかあれからやった。ヘブグレス。これどこのやつ。俺友達から。いいっすか、大丈夫ですか。うん、あ、大丈夫。友達の。はい。ただ戻んなくなった。ああ、そういうことね。どうしていいかわかんないですね。あ、これどうしてんだろう、みんな。なんか多分やってたんじゃないかな、加工かなんか。なんかステー伸ばしてやってる。あ、そうそうそう。聞きましたね。はいはいはい。まあ閉まってる人いますからね、ちゃんと。なんかすれば、多分。そうです。内装はあとは、まあ。内装は今まで通り。あれ、グレード何でしたっけ、これ。C のインテリアーズ。どうですか、調子はいいですか。エンジンはこっち。しかもこれ買った時30万でしたっけ。35。すごいじゃん。本当に最近傷を作りました。どこどこ。この辺はミラー立ち割る。ミラーぶつけたんですか、あれ。ミラーぶつわれてる。これでも中古できないんですかね。新品でドアだけですよ。見積もり取って5800円。あ、でもまあ、そこまであるじゃん。あとここは違うんですよね、色が。ブロンズで塗ってある。でも最初から最初からですね。どうですか、セルシオ歴も1年ちょっと。1年ちょっと。どう、普段乗ってるんですか。普段ここで乗ってるんですよ。すごいじゃん。まだ学生なんですか。まだ。すげえな、マジっすか。まだ4年ですね。いやー、いいっすね、かっこいいっすね。ね、やっぱいいっすね。ホイールはこれをグロッシュですよね。あれ安く、あれ譲ってもらった。4万でグノーシスってなかなかないですよ。ないです。いいね、このちょっとリム深めっすね。深めっすね。これね、9半ぐらい。10で9.50ぐらい。10あったと思う。あ、10なんだ。フロント8.5か。フロント8.5っす。やっぱ10だとやっぱ迫力出るね。いいですね。あとは純正ハーフがついて、はい、って感じだね。ここでもできる、3000。そうですね、左で、ね、うん、ダーヒーでお願いします。ダーヒーでそうそうそう。今距離どのくらいだったんですか。198,000ですね。お、いや、あれじゃないですか。なんかちょっと。なかなかっすね。そうですね。学
生で整理士を乗るってなかなかいないでしょ。バカですよね。なかなか。バイトはしてるんですか。バイトはやってます。ああ、でもやんなきゃガソリン代がね。ガス代のためにバイトやってる感じですね。そうで、走れば走るだけ金食いますから。そう乗らないと分かんないじゃないですか。やっぱりね。そこはやっぱでかいよね。乗るまでって、ね、やっぱ分かんなかったさ、自分も。整理しようって言ってもさ、ピンとこないじゃないけどさ。うん、やっぱ大人な方が乗るみたいな。そうじゃん。最上級のみたいな、うん。乗ってみたらめっちゃいいやみたいなさ。そんな感じだよね。そうですね。マフラーと同じようなんでしょ、これ。リアだけ？今リアがないです。あ、ないのね。ないです。やっぱトルク抜けちゃう。いや、抜き良すぎちゃって。あ、良すぎちゃう、ね、登んないですね。あ、リアピがあればね、全然トルクは変わってくるけど。純正に戻して静かに乗るか、うん、音を出すか。はいはい、どっちがいいんかね。で、どっちもいいんですよね。そう、あ、純正マフラーっつっても音が聞こえないわけじゃないんですよね。そうですね。あの、ちょっとあるじゃないですか。ありますよね。かすかにこう聞こえてくるっていう。あの、わざと聞かせてるところが憎いんですよ。あ、30系のゴーンって聞こえるじゃないですか。はい。そう、あれもいいんですよね。あの音もいいし、車外の音もいいし。そうですね。うん、静かだけど見た目はバチバチにしたいっていうのは。エアソスはどうですか、調子は。特に大丈夫、うん、大丈夫ですね。狂ってはないですね、最近。やっぱソフトだね、こう乗ると。エアソスはソフトだな、比べると。でも初めて乗る友達とかは、うん、変な感じって言いますね。あ、やっぱりエアソスの感じがね、うん、この安定感が。30のどっしり感がたまんないですね、これは。一回乗ったらこれ癖になっちゃいます、ね、そうなんですよ。どんないい車乗っても結局これに帰ってくるんですよ。そう、やっぱこれが一番。他の車はなんか運転したことあるんですか。他はやっぱ、うん、バイトエネオスなんで。あ、そういうことね。いろんなのは乗れますね。あ、やっぱり比べると分かる良さってあるじゃないですか。ありますね。で、この乗り味ってどこに出してんだろうなっていうところがすごいなと思うんだよね。うん、で、結構足とかもごついじゃないですか。はい。その辺がやっぱ違うんだろうね、重厚さっていうか。そうですね。いや、めっちゃいいな、これ。だって20万キロ近いと思えないね、この静けさと。はい。なんか変な音しないもんね。しないですね。すごいなぁ、マジで。すごいね、やっぱ。へこたれないね、やっぱ。全然大丈夫ですね。本当に自分もやっぱ消耗品だけだもんね、交換してるってのは。本当丈夫だよ、本当に。ノーマルの30乗ったことがないんですよ。うん、だから、そう、この感じがそのままなのか、純正のタイヤとホイール、うん、はい、乗り口はどうなのかっていうのは比べてみたいのはある。これインチは19だっけ。19です。やっぱりちょっと違う、突き上げたと思いますね。しますよね、やっぱ。やっぱりそのホイールの後、重さとかも変わってくると思うんで、はい、そのあたりでも変わってくるんですよね。でもこれはかなり乗り心地はいい方だね。車高を下げすぎちゃうとやっぱ跳ねちゃったりもしますしね、エアソスの場合は。まだまだ全然絶好調だ、これ。全然大丈夫です、はい、もしかしたら途中で、うん、エアサスが新品に変わってるかもしれない。なんか分かってる。なんか変わってんのかなって感じが。あ、そうなんですか。交換してあるの。記録簿が残ってて、おう、なんか書いてあったんですよね。あ、じゃあ交換したかもしれない、もしかしたら。変わってんの。なんか不具合があった時は何かで変えちゃうパターンもありますから。ああ。でも新品だとめっちゃ高いみたいだから。
10万超えるみたいね、1本ね。うん、新品だと。この間車屋さんに聞いたら。でも中古って言っても怖いじゃん。怖い。だって、どこまで持つか分かんない。35万でしょ。え、35万でインテリアセレクションでいいよね。距離は知ってんすか。距離もうちょっと20万。まだまだやっと段階余裕っす。うん。それ何人カラー番号で。あ、じゃあレアカラーだ。だからだ、レアカラーだ。レアカラーだ。もしかしてセルシオ乗ってないですか。062がホワイトパールって言って、もっと白いやつ。いや、それだと思って。いや、そっちの方が多いんだ。そうそう、ちょっと息が少ないし。これレアカラーだ。レアカラーは、うん、多分ほとんど ないんじゃない。ちょっとシルバーがかった感じ。こういうなんか光が当たると分かりやすい。全然違いますよね。そう、違う違う。この辺とか。うん。全然違う。ラメラメして綺麗だね。シルバーに見えてるもんね。そうそうそう。20万で買う。安くなってる。青川崎なっちゃうんで、今1万だけ置いてっていいですか。関係あるね。19万トンドラしますけど。とりあえずガリバ行こう。なんでガリバ。変えた方がいいっす。そうですよ、ね。どこですか。ネットとかでも専用のやつを買えば。いや、いいけど俺もあの方しか使わない。あれいいけど、あれがあるとテーブルがあるんで。前期と後期でこれがすごい変わりはないはず。ないないですね。ないですよ、ね。ないです。だから物が違うんだよ。そうだテーブルが違う。嫌だったみたいですけど、嫌だったみたいですよ。